調べ教室ミニ。それではレッツもの調べ。今回はコーヒーと便秘の関係について調べてみました。コーヒーを飲むと便秘解消にいいって話がある一方で、逆に便秘になるって話もあって、まさにどっちやねーってなるじゃないですか。なので調べてみましたよ。まずコーヒーが便秘解消にいい理由としては、カフェインには大腸の動きを活発にする働きがあります。ただの温水を飲んだ時よりも蠕動運動が促されることが分かっています。カフェインは胃酸の分泌を促す働きも持つため、食後にカフェインを摂取すると食べたものの消化を助けてくれます。胃と腸はつながっていますから、胃の活動が活発になれば当然腸の活動にも良い影響が及びます。こうしたメカニズムがコーヒーが便秘の改善に役立つ理由の一つとして考えられているそうな。コーヒーに含まれるコーヒーオリゴ糖の存在も見逃せません。コーヒーオリゴ糖はコーヒーを抽出した後の豆かすを精製した中から発見されたもので、整腸作用や体脂肪低減作用など優れた働きがあることが分かっています。普通に飲まれているコーヒーにはそれほど多くの量は含まれていないのですが、コーヒーを飲むと腸内のビフィズス菌を増やすという知見もあるため、コーヒー自体にも腸内環境を改善する作用は期待できそうです。対してコーヒーに含まれるカフェインには利尿作用といって、体の中の水分を尿として排出する働きがあります。便秘の解消にはたっぷりの水分が必要なため、利尿作用により腸内が水分不足になると便が硬くなることにつながります。便が硬いと排便しにくくなり、便秘の悪化につながってしまいます。コーヒーの渋みの元となっているタンニンや苦味の元となっているクロロゲン酸といった成分も便秘を悪化させることがあります。これらはポリフェノールの一種で、抗酸化作用や殺菌作用など様々な体に良い働きを持つ一方、腸の痙攣を抑え便を硬くする作用も持っています。コーヒー一杯に含まれる量はごく少量ですが、大量に飲みすぎると便秘が悪化することもあり、注意が必要とのことでした。飲みすぎなければ便秘解消にも良さそうなコーヒーですね。今回はコーヒーと便秘の関係について調べてみました。楽しんでいただけましたか？こんなのテーマにしてほしいとかある人はコメント欄にぜひぜひどうぞ。楽しかったという人はぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。ではまた次回お会いしましょう。またねー。